アルコール消毒液20倍以上に増産、カオ o 本日カオがアルコール消毒液について昨年と比べ20倍以上に生産量を増やすと発表しました。国内の4工場において増産が行われ、増産の対象となるのは一般向けのビオレ U 種子の消毒液と業務用のハンドスキッシュ EX となります。 こちら、一般販売だけではなくて、医療機関や介護施設にも提供されますが、これまで3月の時点で、昨年のおよそ3倍に増産がされておりましたが、需要に追いついておりませんでした。花王の担当者は、ようやく家庭に届けられる体制が整ったと説明しておりますけれども。 まあこの顔については、以前ですね、富士テレビに関連して、デモが起きたこともございましたが、今後も顔には、こういった国民が必要とする、日本が必要とする製品について、必要な量を生産していただき、しっかりと販売していただくように、 お願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。